長様でしたか。まだお休みになられていなかったんですか。本堂で大きな音がしたんだ。王神、見回りに行くぞ。そんなにわしの顔は恐ろしいかね。そういうことではないのですが。方針、お勤めだ。はい。お元気気異人無国尿勢遠明無用当社日月間に中高遠尿開出音平有脈重目に往来用言計量心思食毒中画業精進忍術系方針。わしは今夜阿弥陀様の前で重い罪を白状しようと思う。幸いこの嵐だ。誰に聞かれることもない。方針、お前も聞いてくれるか。お前はわしを徳の高い坊主だと思っているか知らんが、阿弥陀様の前に出るとじっとしておられぬぐらいの悪人なんだ。和尚様、何があったんですか。坊主になって40年、随分と人の焼ける匂いを嗅いだ。初めはあまり心地の良いものではなかったが、だんだん年を取るに従ってあの匂いがたまらなく好きになった。しまいには人間の脂肪の焼ける匂いを一日でも嗅がぬ日があると胸の奥がかきむしりたくなるようなイライラした気持ちになって、じっと座っていることすらもできなくなった。お前がこの寺に来る前に修行に来ておった良純、病気になったのを幸いに密かに毒を与え良純を殺してしまったんだ。
嘘です、和尚様、それは嘘です。どうかそんな恐ろしいことは言わないでください。誰もわしが殺したとは思わないから、無事に葬式を済ませ、彼の肉は焼かれる前にわしがことごとく切り取ったというわけだ。さすがにわしもたびたび人を殺すのは嫌だから、できるだけ長い間彼の肉の燃える匂いを楽しむ方法を考えた。それがこのろうそくだよ。ろうそくならば坊主として誰にも怪しまれることもなく、かなり長い間楽しむことができる。密かに良純の脂肪を燃やし、ろうそくを作った。こうして長い間燃やして楽しんだ。思えば恐ろしいこと。ところがだんだんろうそくがなくなっていくにつれ、わしは言うに言われぬもどかしさを覚えるようになったよ。方針、ここに燃えているのが良純の脂肪で作ったろうそくの最後の一本だ。方針、わしは良純の代わりが欲しくなった。わしはな、方針、お前を殺したくなった。方針、この暴風は人を殺すには最高の時だな。お嬢様、どうか勘弁してください。どうか、どうか命だけはお助けください。阿弥陀様を。そうではない。後ろには阿弥陀様を愚弄する得体の知れぬ魔物どもがいる。それをお前の身代わりにするのだ。方針、あれは泥棒だよ。堪忍しておくれよ。先ほどわしの話したろうそくの池、あれはとっさの間にわしがこしらえたお話なんだ。さっきわしは阿弥陀様の後ろでちらっと動くものを見た。この暴風雨に乗じて金目のものを盗みに来たに違いないと。だがうっかりわめいて殺されでもしたら大変なことになってしまうからな。これは策略で追い散らすより他にはないと考えたのだ。幸い泥棒も本当だと思って逃げていった。何、このろうそくは普通のものだよ。良純は病気で死んだ。こんな扇子でも役に立つな。あ、それは人間は恐ろしい時には間違って物を見る。きっと泥棒たちもこれを刃物かなんかと思ったに違いない。和尚様も人が悪い。うっかり騙されてしまいました。方針、まだまだ修行が足りませんね。